ホロカリは日本の女性二人組音楽ユニット。二人は小学生時代から非常に仲が良いダンススクール。仲間で2002年に開催されたフィーメールラッパーオーディションで優勝し、2003年1月にシングルタンデムで CD デビューした。ホロカリという名前の由来は二人の名前であるハルカとユーコリーを合わせたもの。 リップ、スライムの領事と DJ フミヤによる OTF が全面的にプロデュースしている。しかし、2005年あたりから DJ フミヤの体調のこともあり、OTF でのプロデュースは少ない。東京 FM バズルームの水曜 MC を担当するほか、ユーコリーは振動本兄弟にレギュラー出演。 遥はるかは2006年4から6月の間、MTV アプトで MC を務めるなどそれぞれ個人でも活動している。また、ファッション誌ではしばしばモデルとして登場し、さらに連載も手掛けている。2008年、ミデムでライブをした。CM に使われた曲に対し人気に火がつくことも多く、2009年には日産自動車の CM で使われた、今夜はブギーバックに問い合わせが殺到し、 急遽配信が決まり、さらに配信も好調なことから CD 化が決定した。2011年には E- ワールドギャラリーの CM で使われた、今日の私は機嫌がいいに問い合わせが殺到した。所属事務所、レコード会社と契約をすべて終了し、2013年以降はユニットとしての表だった芸能活動は行っておらず、個人活動が多い。 遥はるかは2012年より興味のあった写真家としての活動を開始2013年個展を開催した。現在音楽制作やライブをしながら海外などで様々な風景を撮影している。ユーコリーはファッションモデルやタレント活動を主に行っていたが2013年に栄養士の資格を取得2015週に結婚。同年が秋。 ケータリングプランナーに転身する旨をメディアで発表した。2018年6月25日、女児出産。スラローム062ハイヤークラップ007ガール、ガール、ガール、ソウルセットルかに、今夜は、ブギーバックが CD か。コミックナタリー。https コロンスラッシュスラッシュナタリー .mu スラッシュミュージックスラッシュニューススラッシュ198122012年3月7日閲覧。 ほろかり人気 CM ソング、今日の私は、機嫌がいい問い合わせ殺到で、ついに着歌フル配信開始。M ファウンド、http コロンスラッシュスラッシュ MFOUND.jp スラッシュニューススラッシュ2011スラッシュ10スラッシュ007819 HTML2012 年3月7日閲覧。音楽もケータリングもライブ感が、好きほろかりのユーコリーが、 ケータリングプランナーに転身。ハフィントンポスト。h t t p w w w h u f f i n g t o n p o s t j p q r e e t o r a s h a l c a l i y u c a l i b 8 2 2 5 5 7 0 html2016 年4月5日閲覧。 ユーコリーホロカリ、インスタグラム2018年10月14日、閲覧、ありがとうございます。